え少し前あの、幼児期、前期、後期、そして児童期についての話をしました。まあ、興味のある方は、ぜひ、ホームページの方から、えー、BW 公開教室へ進んでくだ,ください、えー。で、今日はその続きといいますか、青年期、これはエリクソンという学者の,あの区分法によるものですけれども、青年期、同一性の確立期ということについて話をあ記録に取っておきたいと思います。 12歳前後から、えー、子供は青年期、えー、つまり同意性の確立期へと入っていきます。まあ、同意性の確立というのは何かというと、簡単に言えばです、ね、あの私はこうありたいんだと、そのいわゆる自己,自己概念ですね、まあ、自己像です。自己概念というんですけど、その自己概念、まあ、私はこうしたいんだ、ああしたいんだって、まあ、いわゆる夢や希望を持ち、その先に目的を持っていくわけですけども、私はこうなりたいんだというのを、こう いわゆる自己概念というわけですね。そしてその現実に私はそれをしているんだというのが現実事項なんです。まあその中身といえば、例えば一貫性であるとかね、常に私は私でいられるとか、まあもうちょっと分かりやすく言いますと、あの集団の中で自分を光らすことができる。そういうことがあの重要なわけですね。でただあの、まあ、エリクソンという学者、まあ、この発達心理学の世界では神様のような方ですから、あのどうこうということは、 私はあの言えませんがただあの、エリクソンはですね、自動機の勤勉性と同一性の確立については、あの別個のものと考えていると私は思うんですけれども、実際には両者の間には連続性があるわけですね。で、子供はじ自分のしたいことを発見し、それを夢中になってしていくと、その中からあの、まあ、勤勉性が生まれ、そしてそれからまたさらにそれを発展させた形で自我の同一性を確立,確立していくということなんですね。 で、自我の同一性を確立せる子供もいうのは非常に強いですね。どっしりとした落ち着きがあります。疑惑に対しても強い抵抗力を示します。そうでない子供はそうでないんですね。いわゆる中ブラリンの状態になる。でこ、こうなりますと、あの例えばあの飛行にも走りやすくなりますね。疑惑にも弱くなる。タバコを吸ってみないかと声声かけられると、まスーッとそういう世界に入ってしまうわけですね。 で、まあ、この青年期までに、この、なんて言いますか、こういう、その、自我の同一性を確立できなかったという人はですね、やっぱり、正直言って不幸ですね。やっぱり、この、そうであってはいけないということで、まあ、あの、発達心理学の世界では、自我の同一性ということを大事にするわけです。で、同一性のまあ中身というのは、ちょっと言いましたけど、三本の柱があります。つ第一に、したいことを現実にしているという、つ,つまり、今言った自我の同一性の、 ブーンと。そして、いつも私は私でいられるという一貫性ですね。連続性。これが大事なんですね。あのー、まあ、て言いますか、あっちへふらふら、こっちへふらふらでは困るわけです。で、もう一つは、他者との関係でいつも良好な人間関係を持つことができるという社会性です。まあ、これがないと困るわけですね、まあ。いわゆるその他者との関係。自分はいつも、まあ、て言いますか、みんなと仲良く、私はまだみんなにぶつかれるというような人間関係を持つことができること。こ,この三つの柱があるわけです。 で、まあ、このしたいことをするという姿勢の中から、夢や希望が生まれ,それか、その先に目標が生まれるわけです。で自分の描いた自己概念と現実の自分が一致していく。それが私であるための第一条件なんですね。私が何であるかということになりますと私であるた、私が私であるための第一条件は、要するに今言ったその自己の同一性、いわゆる自,自分と己です、ね、の同一性が重要だということです。 そして私、常に私はどんな場合も私は私でいられると。それが動じない。それが私ということになるわけですね。それからまた私というのはですね、常に社会という鏡の中で、まあ、映し出されていくわけですで。そもそも社会性を持たない私というのは私ではないということですね。あのただ一人,一人で山の中で一人でこもっているというのは、これは私ではないわけです。まああのー しかし、この自我の同一性というのはです、ね、いろんな意味であの危機に、危険,な危険に立た,さ立たされるんですね。まあ、例えば、同一性の危機と言いますと、例えば、自分、同一性の確立に失敗しますと、万引き自,自転車泥棒だとか、ね、薬物乱用、暴走、家庭内暴力、校内暴力、非正飛行、無断外服、いじめな,などというね、まあ、そういった飛行に走りやすいと。まあ 何てますかねその、子供というのはですね、その自分のしたいことと現実にしていることの間に、まあ、有利感を覚えますとね、無意識のうちにもその距離を縮めようとするわけです。子供の体制にもよりますが、その一定の限界を超えたときにね、自我の同意性は危機に達さされるということですね。それから二つ目、夢や希望、目的というのはこれ重要なんですね。夢や希望は、目的は子供の伸ばす三種の神気ですけども、夢や希望があって、その先に目的ができてくるわけです。 で、自分のしたいことと現実にしていることが一致しているとき、あるいはそこに一体感があるとき、そこから生まれる。そこから、まあ、私はですねあの、例えば、さあ、ケーキ屋さんになりたとか、僕はサッカー選手になるんだという一つのこの目的が生まれてくるわけです、えー。まあ、練習もするでしょうし、その勉強もするわけですね。実際にはどうかと言いますとですね、まあ、実際には大変残念なことですけれども、まあ、中学生だとほとんど夢を持ってませんね。 小学生のこれはあの日本社会子ども学会というところが調査したんですけども、明日はきっといいことがあると思って一日を終える子どもは男子で30%、女子でも35%に過ぎないんですね。 まあ、みんななんとなく起きて、なんとなく学校行って、なんとなく学校から帰ってきて、なんとなく塾へ行って帰ってきて、またなんとなく宿題をやってというのが、今の子どもたちの全体像だということなんです。まあ、こうなりますと、自我の同一性どころではなく、子供の夢を大切になんてね、簡単に言いますけど、そう簡単に伸ばせるもんじゃない。それから子どもの忍耐力。同一性が危機に立たされますとね、子供は自分,自分自身それを修復しようとするんですね。自分のしたいことをですね、例えば別のものに置き換えたりするわけです。 現実にしていることとあ、ことを修正しようとするんですね。あるいはしたくないが頑張ってやってみようと考えたりするわけです。ここでか登場するのは忍耐力ということになるわけです。子供にとって忍耐力とは何かというと、嫌なことをする力のことですね。その力が十分に強ければ、その波をの乗,り越えるとでき乗り越えることができますし、力がないと、まあ、その波に飲まれてしまうということになるわけです。それから同一性の崩壊。同一性をね、 支えきれなくなりますと、そこで同一性の崩壊が始まります。子供自身、自分が何をしたいか分からなくなってしまうわけですね。で、また何をしていいか分からなくなってしまう。分からなくなってしまうんですね。私は何をすればどこへ行けばいいんだとかっていうふうに悩み始めるわけです。まあこう、さらにひ,、あのー、ひどくなりますと、事故の崩壊っていうか、まあまあ、自我の崩壊と言いいますかね、もう人格そのものが崩壊してしまうケースもひどい場合にはありますね。もう何を何を何を、なよなよとした人生観を持って、もう軟弱な。 生き方をしてしてまうわけですねで同性が崩壊しますといわゆる顔のない自分になるんですね、子供は。ずっとこれはね、顔のない自分っていうのはね、これ耐えられないんですね、人間っていうのは。何,何らかのか自分顔を持したいわけです。その顔を持つためにみんな努力しているわけですけども。でまあ、その2つの 方法に2つ分かれるわけです、ね、大体ですよ、大まかに分けますと、自分の顔を作るために攻撃的かつ暴力的になる、まあ、攻撃型になることもと、もう一つは顔のない自分のままどこかに引きこもってしまう、殻に閉じこもってしまう逃避型と、まあ、大体この二つに大きく分かれるわけです。他にも同情型、依存型、複重型というのもありますけれども、顔のない自分は最悪のケースではそのまま自己否定へと、まあまあ、最悪の場合はですよ自殺という方法にがってしまうわけです。 また、校内暴力もよく問題になりますけれども、暴力的な子供に向かってですね、そんなことをすれば、君がみんなに嫌われるだけだよと誘うしても意味はないですね。その子供はみんなに嫌われ、恐れられることで自分の顔を作ろうとするわけです。まあ、それも顔の一つだということですね。 顔のない自分よりは顔のある自分。それがたとえ好ましくない人格であっても、やっぱり顔のある自分を選ぶわけです。そしてみんなが恐れれば、あるいは怖がれば怖がると自分にとっては居心地のいい世界となるんですね。ですから子供に、そういう子供にね、説教しても無駄っていうか意味はないですね。まあ、攻撃型の子供の心理っていうのは、こういうメカニズム,メカニズムの中で、まあ、説明できるということです。で、またその、 まあ非常に今残念な事件としては自殺が多いわけですけれども大人は生き,生きるの嫌になってその結果と自、自殺を選ぶんですけれども子供の場合はちょっと違うんですね顔のない自分に耐えきれず自殺を選ぶそういうケースがあるわけですね自殺することによって自分の顔を主張するわけです自殺そのものが自己主張なんですね近年増えている、まあ、リストカットも同じように説明できるしまたリストカットすることで自分を主張し他人からも注目あるいは道場荒れミなどを得ようとするわけですね、まあ、その自殺を美化するわけですね 食材のためにリストカットするという、まあ、学者もいますね。稲富正治という方ですか。食材のため。ちょっと難しい言葉ですね。で、自学的攻撃性。攻撃といってもですね、2つのタイプがある。二つる1つはねあの、外に向かって攻撃的になる場合ですね。これはあの校内暴力なんかそうです。またもう1つはちに向かって攻撃的になる場合もありますね。ガリンやなんかの猛勉,猛勉強をするっていうのね。 勉強しかしない、勉強しかやらないとか、朝から晩まで勉強しているというタイプですね。校舎ということになると、まあ、その勉強そ、そういうことも勉強を楽しんでいるかというと、楽しくないんですね。自分の顔を作ろうとしているわけです。まあ、最近有名だったスポーツ選手の中にはです、ね、そういうこのタイプの人は少なくないですね。非常に自虐的な練習をして、まあ、結果として、まあ、優秀な選手になっ,てなっていったわけでありますけれども、まあ、かなり不幸な少年期、青年期を過ごしたというふうに考えていいわけです。 でまあ、じゃあどうするかですけど、子供が従っていることに、ね、静かに耳を傾けることが大事です。でそれができるようになると子供の環境を整えていく。とというこですね。子供は自分のしたいことと自分がしていることを一致させることができる。これ,これを自我の同一性というんですね。アイデンティティと言いますけどもあの。個性のことじゃありませんよ、アイデンティティって。よく誤解されてますけどもね、まあ。この両者が一致していることは夢や希望もあり、当然目的もあるから見た目にも落ち着いて、どしとして抵抗力もある。そういうことになるわけです。 で、心の抵抗力っていうのも、まあ自我の同一性ということで考えられます。私は何々したいんだ。僕は何々したいんだ。とまあ目的と方向性を持っている子どもは、まあ、抵抗力もありますね。外からの誘惑があってもそれを跳ね抜けていくわけです。まあ、あの、小学校から高学年から中学生にかけてはその誘惑が激増するわけです。そうした誘惑を跳ね返していく。それが同一性。 んですけども、同一性が崩壊していても、崩壊っていうのはちょっと大げさですけども、まあね、混乱役割混乱であるとか、まあ、そうというわけですけども、そうしている子供はですね、生き様が切那的、協力的になりやすいですね。だから、じゃあどうするかですけども、子供はですね、夢を育ててあげるんですね。それは、あの例えば親のその希望にかなわないものであっても、ああ、それは素敵ねといや。例えばね、子供が花屋さんになりたいと言ったら、ああ、素敵にやってみましょうね。今度花を育ててみましょうねって形で、子供に夢を育てていくということが重要だということです。 それはまあ先ほど言いましたように子供を伸ばすには三種の神義、すなわち夢、希望、目的ですね。これがまああの大事ですけども、まあ、実際には先ほど言いましたように30%から35%の子供たちはですね、夢や希望もないということです。 で、その過程でですね、親があんまりぐじぐじ言いますも、言いますと、この、役割混乱が起きるわけです。まあ、あの、成長する,するにつれてですね、心の充実を図るわけですね、子供って。これを、まあ、心理学の世界では内面,内面化って言いますけども、その時に自分らしさっていうものを作っていくわけです。まあ、お花屋さんになりたいと言ってた子供はいつの間にかお花屋さんになりたいっていう自分らしさを作っていくわけです。あれは看護師さんになるかもしれませんね。 で、そこでですね、よく誤解されますけど、進学っていうと、まあ、受験勉強とかって言いますけども、今はもう進学とか受験勉強で、まあ、いい大学が入るってこと自体は、もう夢でも希望でもなんでもないんですね、あれはもう。すなわち、昔はね、あの学歴を支える権威というものがあったんですけども、あったから、まだその大学が入るといことは一つのステータスになったわけですけども、今はそんなあの大学そのものにその権威はありませんので、 あのまあ、子供にしてみれば、別にあの、まあ、高校生、中学生でも多いですよ、勉強で苦労するぐらいなら嫌だから、あの勉強の楽な学校に入って、自分は学校したいんだっていうようなあのことで考えることも増えてきましたけど、それはいいか悪いかは別にしましてね、あの今はもう大学で、何々大学だから君は素晴らしいとかっていうような時代じゃもうありませんからね。 ですから、あの、受験が近いから好きなサッカーをやめて受験勉強しなさいなんて言ったって子供はだ、帰って夢を潰してしまいますから、帰ってあの勉強しなくなりますねあの。よくあるケースです。でも、これからもとにかくプロがいける時代ですから、オールマイティーなね、ジェネラリストよりも、まあ一元に引いてたプロの方がね、あの尊敬されるわけです。まあ、あの、大手の自動車会社の面接試験でもね、もう学歴不問題なんて言ってますからね。 そしてその代わりにその試験官がですね、君は我が社にとって何ができるんだってことをいきなり聞かれるんだそうですね。で、それがもうそのために地形を大事にしていくってことになるわけです。で、まあ、あの、実際にはどうかというと大、大学、ほとんどの高校生はですね、ハイレル大学のハイレル学部という視点で、 大学を選んでいるわけですけれども、大変日本人の子どもにとって不幸なことですね、子ども自身も不幸ですね、ハイレル大学のハイレー学部、またその大学の名前もですね、ブランド名のいい方が、ブランド名が高い方がいいというような選び方をするわけです。そんな子どもは当然、大学入っても勉強なんかしませんね。まあ、ともかくも以上こうあの、なんて言いますか、あの話してきましたけれども。あの 思春期まで話してきました。同一性の話もしてきました。それで、まあ、教育がね、あの医学、生学の分野でも、あの非常に、えー、見直されてきていますね。それで、私はこの子供は人の父というテーマで、まあ、このずっと犬幼児期、幼児、それから青年の、えー、期について話してきました。どうか参考にしてください。どうもありがとうございました。